皆さんこんにちは、タミヤ RC カーグランプリ。高幸さん、はい、タミヤの RC カーで思いっきり楽しめるイベントがまたやってきましたね。そうですね、ビギナードライバー大歓迎のイベント、うん、楽しみですね今回も。ね、そうですよね。実は、はい、今回私は自分が作ったマシンでレースに初挑戦するんです。ついに出るんですね。ついに来てしまいましたね。やってしまいましたね。これまではインタビュアーとか、はい、あとレースリポートなどをしてきたんですが、うん、そうですね、やっぱり自分が今レースに参戦するとなるとドキドキワクワクで今心臓がドックドックしています。大丈夫ですか？病院行かなくても大丈夫ですか？いやもう本当にでもかなりのドキドキですよ。そうだよね、はい、俺も最初そうでした。伝わってきますよね。うん、聞こえないですけどすごい伝わります。自分が今選手になってみると、はい、7歳や8歳でちゃんと走らせてる子たちって、うん、すごいんだなっていうのを改めて感じられました。いいですよね、なんかイベント的にこうちゃんとしてる感じがね、楽しみですね。ですよね、すで、うん、に練習走行も始まってますもんね。どうですか、こう会場の雰囲気は今やってますけど。本当にこのグランプリは毎回親子連れが多くて、はい、和気あいあいと楽しい雰囲気ですよね、はい、そして女性ドライバー多いですね。そう、今回は女子グランプリ的なね、女子限定のレースがあるんですけど、まあちょっと女子の争いっていうのはちょっとね怖いものがあるんですけど。いやそんなことないですよ。気をつけた方がいいと思います。そんなことないですよ。みんな怖いと思います。ところで高幸さん、はい、今回はどんなクラスが開催されるんでしょうか？はい、今回は、この5クラスを開催します。岸は今回どのクラスに注目しますか？それはもちろん女子グランプリです、うん、そうですよね。すいません聞いて。いや今回初めて開催される、はい、女性だけによるレース、これ楽しみですね。しかも今回は私もそこに参加させていただくので、うん、もう大注目ですよ。大丈夫ですよ、練習した方がいいんじゃないですか？でちょっとこの後練習していこうかなって思ってます。わかりました。じゃあちょっと陰ながら見守ってます。そうですね。そして高幸さん、はい、弟子の小島恵里奈選手もそうですね、でこの女子グランプリに出場されますよね、はい、うん、前回が、A メインの5位だったと思うんですね、うん、で今日朝話したんですけど絶対優勝しますっていう言い切ってたので、まあ、いつもそういう風に言ってあの散々な結果なので、まあ、こんな半分に聞いてますけど、ちょっと今回でも女子だけなんでちょっと分かんないんですよね。前回大躍進しましたからね。そう、大躍進したので今回期待ですね。そう、ちょっと期待してるんですけどね。負けないでくださいね。頑張ります、はい、どんなレースになるのか楽しみです。それではまずは予選をダイジェストでどうぞ。 OK 岸、小中学生ドライバーのみで楽しむジュニアグランプリ、さまざまなボディを搭載したオンロードマシンの走りは見応えたっぷり。初挑戦の選手も思いっきりレースを楽しんだぞ。見た目も走りも大注目のランクル40ピックアップワンメイクレース、予選レースから順位が次々と入れ替わる波乱の展開に、コースサイドのギャラリーから歓声が上がる大接戦。ジャンプセクションがポイントとなるジュニアバギーグランプリ、タミヤ RC スクール卒業生もレースに初挑戦した注目クラス。バギーマシンがコースを元気よく駆け抜けた。ビッグトラックがハイスピードで疾走する大注目クラス、その迫力とインパクトに会場中が大いに盛り上がったぞ。さまざまなトレーラーヘッドがしのぎを削る接戦バトルで予選レースは白熱。今回初開催、女性ドライバー限定の女子グランプリ、タミヤプラモデルファクトリー新橋店の小島恵里奈選手、ライバルのナナミちゃんと再び対戦。 QC もついにマイマシンでレースに初挑戦、結果はいかに？予選からなかなか確認した展開でしたね。どうでした？いや、エリナちゃんがね、2分過ぎでちょっと大逆転劇でこう3位になっちゃったりとか、うんうん、ちょっと白熱してるかなって思いましたけどね。どうでした？そうですね、私はやっぱり注目してたのは自分も出た女子グランプリだったんですけれど、うん、いや皆さんすごいですね。ほとんどあの小学生ドライバーだったり、はいはい、初出場だったり、うん、私も含めてのメンバーの中でそんなに差がない
中での戦いっていうのは本当に白熱してましたよ。ちょっと日常的にはない緊張感ですよね。ありますね。初めてあの場に立ってあんなに緊張するんだっていうのを感じました意外とね、意外と立つとブルブルしちゃうんですよね。しますね。ちょっとライバルも出てきたので、あ、本当ですか。はい、この後も頑張らなきゃなって思ってます。この後の展開楽しみですね。この後は各クラスの決勝レースです。